セオドアギルモアビルボーは、アメリカ合衆国の政治家、民主党所属。ミシシッピ州知事を2期務めた後、連邦上院議員。議事妨害と、辛辣な発言が多く、激烈な議論を展開した彼の名は、白人市場主義の道義をとかした。人種差別主義者であることを誇り、黒人が劣っていると信じ、人種隔離を擁護し、クークラックスクラン会員であった。 背が低く、派手な服を好んだ。自身のことを三人称で呼ぶ傾向があったため、座マとあだなされた。選択せよ、隔離か雑種家かの著者。ビルボーは、ミシシッピ州、パールリバー群の村落である12%グローブの貧しい家庭にて、オベディエンスの息子とジェームズ・オリバー・ビルボーとの間に生まれた。ピーボディ・カレッジとバンダービルト大学法学部に通ったが、 いずれをも卒業せず、その後教師として勤務した。1908年、テネシー州にて弁護士資格を取得し、ミシシッピ州ポプラービルで弁護士業を開始した。ビルボーは、ミシシッピ州上院議員を1908年から1912年まで、務めた。1910年、増収愛事件で全米の注目を集めた。ジェームズ・ゴードン連邦上院議員の死去後、 ルロイ・パーシーとジェームズ・ケイバーダマン元州知事のいずれかを連邦上院議員に選ぶかをめぐり、衆議会は公着した。58回に及ぶ投票の後、ビルボーは2月28日、数人の候補とともに投票先をパーシーに切り替えることによって公着を打破し、パーシーは87票対82票で勝利した。翌日ビルボーは自身が LC デラギーから645ドルの賄賂を受領したが、指摘調査の一環として受領したと大売信に告げた。州上院が彼の罷免の表決を実施した結果、28票対10票となったが、必要な4分の3の多数に1票足りず否決された。上院は彼を信用ある立法機関で正直かつ実直な議員らと席を共に、するにふさわしくないとの決議を可決した。 後にビルボーは副知事選挙に立候補するが、選挙運動期間中、ワシントン同士ギブズについて発言した。侮辱されたギブズは、小競り合いの際にビルボーの頭を杖で殴り、杖を破壊した。しかしビルボーは当選し、1912年から1916年まで副知事を務めた。副知事として最初にしたことの一つは、彼を 正直な議員らと席を共にするにふさわしくないとする決議を議事録から削除することであった。ビルボーは4年間ミシシッピ州副知事を務めた後、1915年に知事選に当選した。クレスウェルはビルボーはその第一期において、1877年から1917年までに就任した前知事の中で最良の統治をしたと主張し、その例として、 州財政の正常化、共生学校出席法の可決など、進歩的政策の指示、事前病院の新設、銀行監査官委員会の設置などを挙げている。彼の第一期には、進歩的計画が主に実行された。州のハイウェイ網や、石灰破砕工場、老兵向けの新たな寮、結核病院を認可したことから、彼は建設者ビルボーとして著名であった。 彼は公開の公式刑を廃絶する法律を主導し、南米のダニの根絶に取り組んだ。州憲法は知事の連続再任を禁じていた。ビルボーは下院議員選挙への出馬を選んだ。選挙期間中にテキサス熱が発生し、ビルボーは熱病の原因であるダニを殺すために牛を殺虫剤に浸す計画を指示した。ミシシッピ州の農家の多くは計画を指示せず、 ビルボーは議席を獲得できなかった。その後ビルボーは彼の友人で当時の州知事リーエム・ラッセルが関係する事件が発生した際、納屋に隠れて召喚を忌避したことにより論争を引き起こした。かつて副知事としてビルボーを支えた彼は元秘書の女性から告訴されていた。元秘書はラッセルが彼女を誘惑、妊娠させたとして約束が違うと非難した。 妊娠中絶の結果、彼女は子を産めない体となった。ラッセルは、ビル・ボーに対し、ラッセルを告訴しないよう彼女の説得を依頼した。この説得には失敗したが、女性はラッセルに対する訴訟に敗れた。エドウィン・アール・ホームズ判事は、ビル・ボーに法廷侮辱罪で、禁錮30日を宣告し、彼は10日服役した。1923年、彼は、再戦に失敗した。 1927年、ビルボーは民主党予備選の決選投票で現職のデニス・マーフリーに勝利し、州知事に再選された。ビルボーは、ジャクソンでの臨地を防ぐために州兵を呼んだマーフリーを批判し、黒人は州兵による護衛に値しないと断言した。彼の第二期は、ミシシッピ大学をオックスフォードからジャクソンに移転する、彼の計画をめぐる論争に明け暮れた。 結局、移転計画は葬られた。1928年の大統領選挙の際、反カトリック主義者が圧倒的多数を占める、はずのミシシッピ州で、アル・スミスが勝利した。ビルボーは彼を支援したが、その際ビルボーは、ハーバート・フーバーが共和党全国委員会の黒人委員と面会し、彼女と踊ったと主張した。ビルボーは10月17日のメンフィスでの演説において、 1927年のミシシッピ州訪問の際に、フーバーは彼の乗る電車を無理に、バイユー山へ向かわせた、仲の良い黒人女性のメアリー・ブーズ夫人を訪ねるためにと主張し、こうも付け加えた。メアリー・ブーズは、スペードのエースと同じくらい真っ黒だ。フーバーは、そんな彼女と踊ったのだ。これが広く報道され、さらに、フーバーと共に踊るブーズ夫人を示すと見られる。 加工写真を載せた匿名の政治的ビラが南部全域で回覧されたが、フーバーは翌月大統領に選ばれた。1930年、ビルボーは州大学委員会の会議を招集し、179人の教職員を解雇する計画を承認した。会議後、彼は記者発表した。皆さん、ただ今我々は新記録を成し遂げた。 我々は三人の大学の理事長を解雇し、二時間という記録的時間で三つの新理事長を任命した。これは今後起こることのまさに始まりである。ミシシッピ大学、ミシシッピ A&M、ミシシッピ州立女子大学の学長は全員罷免され、それぞれ不動産業者、広報係、学位取得後まもないものと交代させられた。ミシシッピ大学の医学部長は、 かつて司会学を履修した男性と交代させられた。アメリカ大学協会と南部大学中学校協会はミシシッピ州の全4大学の学位認可を停止した。アメリカ医師会は州の医学部の公認撤回を表決した。クリーブランドで開催された米国大学教授協会は従業員の解雇が政治的配慮により学生の福祉に対する懸念なくしてなされたと。 判明した場合は、ミシシッピ州における残りの教授は退職した職員とみなされるとの決議を可決した。危機の間、ミシシッピ大学の学生は、ビルボーの人形を燃やしたが、彼は、州のイメージには無関心であった。彼は、浴槽に浸かり、片手に石鹸、片手に手拭い、口には、葉巻という姿で、インタビューに応じ、全国紙の見出しを飾った。 1932年に状況改善の満足な証拠がエップなどの機関に提供されるまで認可の停止は続いた。職の彼の最後の年にはビルボーと議会は膠着状態にあった。彼が税法案の承認を拒否したのに対し議会は彼の議案の認可を拒否した。彼の任期の末期にはミシシッピ州は破綻していた。 州の財源はわずか1326.57ドルしかなく、負債は1150万ドルに達していた。ミシシッピ州の農学校に対する農務省の資金提供を停止させた。ビルボーは農務省の広報顧問として短期間雇われた。彼は高級に関する新聞記事を切り抜いた。評論からは彼を切りり名人と呼んだ。ビルボーは直ちに ヒューバート・スティーブンズが保有する連邦上院の議席を奪取する計画を立てた。上院議員時代のビルボー1934年、ビルボーはスティーブンズを破って連邦上院の議席を獲得した。議会では、農民殺し、貧乏人嫌い、未亡人、孤児殺し、国際的毒殺者、事前病院の破壊者、英雄的福音兵に通馬する、モ公立学校の裕福な敵。 己の所業を白日のもとにさらすべきプライベートバンカー、欧州の負債を帳消しにするもの失業製造機、平和主義者、共産主義者、軍事産業、ギデオン聖書をホテルの部屋から盗むやからを批判する発言を展開した。ワシントンではビルボーはミシシッピ州選出の先輩上院議員であるパッド・ハリスンと反目した。ハリスンがエドウィン・アール・ホームズを 第5巡回控訴裁判所の判事に指名したことから、確執は始まった。ホームズを憎むビルボーは、彼への反対答弁を5時間にわたって展開した。彼は、ホームズの承認に反対票を投じた、唯一の上院議員であった。1937年に、上院院内総務の職が開いた際、ハリスンは同職に立候補した。投票の結果、彼は、 ケンタッキー州のアルバンバークリーと引き分けた。ハリスンの選挙本部長は、同郷の吉見で、ハリスンに投票するよう、ビルボーに依頼した。小作農を支持基盤とする、ビルボーは、富裕農と商人を代表する、上流階級のハリスンを剣をした。ビルボーは、直々に頼みに来るならば、ハリスンに投票してやってもよいと語った。ハリスンは答えた。あの命苦笑に伝えてくれ。 たとえ貴様が大統領であろうとも、貴様とは話したくもない。ハリスンは37票対38票と1票差で落選し、同郷の議員と口も聞かない上院議員との評判が残った。ビルボーは同郷者に反対票を投じて復讐したのである。タイム氏が書いたように、かつての弁護士仲間であるスチュアート氏、スウィープクリーン・ブルームは演説でハリスンを応援した。 上院では、ビルボーは民主党のフランクリン・ドーズベルト大統領のニューディールを支持した。人種隔離主義と白人市場主義に対するビルボーの率直な支持は上院で物議を醸した。マーカス・ガービーら黒人隔離主義者の思想に共感したビルボーは1938年6月6日に連邦雇用救済法案の改正を提案し、 失業官は策として1200万人の黒人を国費でリベリアに追放しようとした。彼はこうした構想を主張する本を執筆した。ガービーはビルボーを黒人のために素晴らしい仕事をしたと称賛した。しかしトマス・ w ハービーは人種差別的な発言をするビルボーを敬遠した。民主党はビルボーを 最も重要性の低い上院委員会とされるコロンビア特別区の自治に関する委員会の委員にあてがい彼の影響力を抑えようと図った。彼は己の地位を行使して白人市場主義者の意見を通そうとした。ビルボーは地区住民へのあらゆる投票権付与に反対したが、これは同地区の黒人人口が特に大移動の間に増加していたためであった。再選後、彼は 年功序列により同委員会の委員長を務めた。また、年金委員会委員長を務めた。ビルボーは、ラジオ番組、ミートザプレスでのインタビューにおいて、自らがクークラックスクランの会員であることを明かした。何人たりともクランを脱退できない。加入者は脱退しないと宣誓するのでだから、ひとたびクークラックスに入れば、いかなる時もクークラックスなのである。ビルボーは、 憲法の第14条と第15条改正に関係なく、米国のどこであろうとも黒人に投票権を付与してはならないと遠慮なく語った。第二次世界大戦における黒人の福井運兵は、南部で長年にわたる公民権剥奪への不満を訴えた。ミシシッピ州は1890年、選挙規則及び有権者登録規則に関する州憲法改正によって、 公民権剥奪を達成していた。ビルボーの選挙運動は投票に絡む暴力を煽ったとの批判を浴びた。批判者らは友人らに戦争の契約をしたとしてビルボーを訴えた。1938年、コスウォーカー半林地法案が上院にて南部民主党による長期間の疑似妨害を受けたが、ビルボーはその著名参加者であった。彼は以下のように述べた。 本法案が成立すれば、諸君は南部における地獄の水門を開くことになる。強姦、暴動、臨時、人種反乱、犯罪が千倍に増えるであろう。そして、諸君の服や、法案成立の責任を負う、人々の服は、強姦され激怒した南部娘らの血や、血気さかんなアングロイコール作ンの南部白人男性らが許さないこれらの犯罪の、 加害者らの地に染まるであろう。ビルボーは上院にてリチャード・ライトの自助伝、ブラック・ボーイを批判した。本書の目的は今後の悪ノリと面倒の種を全米の黒人の心に植え付けることにある。本書は私が読んだ中で最も汚く、不潔で下劣で不愉快な本だ。私は本書を息子や娘には絶対に読ませたくない。 本書は実に不潔で汚い。しかし、それは黒人であることに由来しており、皆さんは彼のような人間から何も期待すべきではない。ミシシッピ州での1946年の民主党、上院予備選挙の際、ビルボーは、デルタ、デモクラットイコールタイムズが身の著名ジャーナリストである、ホディング・カーターによる一連の攻撃の的となった。この予備選で彼は 51.、51.0%の票を、 獲得して他候補3人を下し、破竹の勢いで総選挙を迎えた。間補ダ選出の上院議員でリベラルな民主党員のグレン・エイチ・テイラーの要請に基づき、新たに選挙された連邦上院議員の過半数を占める共和党員は、ビルボーの一連の発言を理由に、彼が議席を占めることを拒否した。彼は投票権を求める。 南部黒人に対する暴力行為を先導した人物と目されていた。加えて委員会は彼が賄賂を得ていることを知った。彼の支持者による疑似妨害は上院の開会を何日も遅らせた。彼が高校癌治療のためミシシッピ州に戻っていた間、ビルボーの資格はテーブル上に残されていると支持者が提唱したことで問題は解決した。 ミシシッピ州ポプラービルの自宅、ドリームハウスに隠居した、ビルボーは、選択せよ、隔離家座死家家と題する人種差別思想の概要を、執筆、発表した。彼の家は、所有する同盟の出版社事務所としても用いられて、いたが、同年晩週に発生した火災により、多数の書籍ともども消失した。ビルボーは、ルイジアナ州ニューオーリンズにて69歳で死去した。 死の床で彼は黒人新聞ニグロサウスの編集者レオン・ルイースを呼び出しこう言った。私は黒人と白人の社会的交流には全く反対だが人種としての黒人に対する個人的意志は何もない。彼らは自らが神から賜った遺産を誇りに思うべきであり、それは私が自らの遺産を誇りに思うのと何ら変わらない。私は 国人が権利を持つべきだと信じているし、それはミシシッピ州においても同様である。彼らの主目的が私の落選でない限り、そして彼らが我が州の評判を汚そうとしない限りは、ビルボーはニューオーリンズのオクスナークリニックにて治療を受けた。ザビア大学に通うアフリカ系アメリカ人学生のフランク・ウィルダースンは当時オクスナークリニック ビルボーが死去すると用務員らは、ウィルダースンが人種隔離主義者の遺体を移動できるよう、同日夜にウィルダースンが仕事を開始するまで遺体を部屋に残しておいた。ウィルダースンは2004年の新聞記事でこう言った。あの時は淡々としていました。何しろ生存時の彼は私が体に触れようとすると決まって抵抗していましたから。 ポプラービルの12%パーグローブ墓地にて行われた彼の葬儀には州知事と下級上院議員など5000人が参列した。ミシシッピ州会議児童のロタンダにはビルボーの銅像が置かれた。後に銅像は別の部屋へ移設されたが、この部屋は現在議会の黒人議員官部会が対応している。一部のメンバーは銅像の広げた腕を衣装掛けにしている。 1940年代、ビルボーはメディアで様々に取り上げられた。例えば、1947年のアカデミー賞を受賞した映画、紳士協定、アンドル・ティブズのブルース、ビルボーは死んだ、ボブ・クレイバーンとアドリーエン・クレイバーンの曲、聞いてくれ、ビルボーさん、リー・ヘイズの曲、ビルボーを語ろうなどである。ミュージカル、フィニアンの虹に登場する。 ビルボード・ローキンズ上院議員の性格の一部はビルボーを元にしていると見られる。ジャック・ウェブは自身の改革運動の一貫たる1946年のラジオ番組ワンアウト・オブ・セブンのエピソードをビルボーの人種差別的見解を攻撃することに捧げた。彼は黒人、イタリア系住民、ユダヤ人を攻撃するビルボーの演説と手紙からの抜粋をドラマ化し、 若干の事例を抜粋した後、だ、が、ビルボー上院議員は尊敬すべき人物である。他のことを証明する意図はないと言った。ウィリアムス・タイロンの小説、ソフィエの選択は、第二次世界大戦後の時代を舞台としているが、どうしもビルボーに言及している。夢追い人たち初集のアンディ・ダンカンの短編、上院議員ビルボーは、JRR トールキンの著作にビルボーという名の、 人物が登場することを挙げ、架空の村、ホビントンにおける人種隔離を連想させるとしている。ありがとうございます。